白滝駅は、北海道門別郡に縁軽町白滝にある、北海道旅客鉄道赤北本線の駅である。駅番号は A45、電報略号はラキ、事務官コードは122,514、特急、おほうつくの全列車、特急、大雪4号が停車する。1977年の白滝駅と、周囲約500メートル範囲、右上が、 エンガル方面。国鉄型配線2面3線とその外側に留置線、もしくは木回し線が2本、駅舎横上川側に、貨物ホームと引き込み線を2本、駅裏上川側に小規模なストックヤードとその前へ、引き込み線を有している。すでに貨物取扱いは廃止になっているはずだが、ヤードにはまだ貨物らしき姿があり、貨物車両も留置されている。また、かつては、 中越駅との間で北見峠越えの補給用蒸気、機関車の運用を行っており、ストックヤードの手前に、転車台跡が残されている。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成2面3線の短式、島式の複合ホームを持つ、地上駅。かつては、多くの側線を有し、広大な構内だった。 古線橋はなく校内踏切を渡る。遠軽駅管理の無人駅。自動券売機設置なし。駅舎内に2カ所の待合室と、男女別の推薦式便所があるほか、2.3番、乗り場にも待合室が設置されている。1日の平均乗降人員は、以下の通りである。旧白滝村の中心駅。かつて、関北本線には、白滝と名のつく駅が5駅連続し、 鉄道ファンの間では、白滝シリーズなどと呼ばれていた。うち、2001年7月1日に、奥白滝駅が信号上に変更。2016年3月26日に、下白滝駅は信号上に変更。上、白滝駅と旧白滝駅が廃止され、当駅のみが残存している。ありがとうございます。